陣が低下。これでは合体を維持できない。僕が選んだトップクラスのエレメントだというのに。たとえ3本の矢であっても予期せぬ強い力を受ければ折れる。え、アクエリオン、直ちに帰還せよ。こいつアークシティでストリートチルドル翼の印、服を脱がせて。そう、でもじゃあマジでこいつがどうかしら。西部 W9 エリアに高次元。ブリーフィングを行う。モニターに注目しろ。西部 W9 エリア山岳部にケルビム兵および神話獣が多数出現との情報が入った。敵は現在隣接エリアの アクエリオンは指定された地点へ降下後、所定のポイントへと移動。速やかに展開している敵を殲滅し、では出撃するエレメントの選出を。ヘッドはアポロン、レプターソルジャー。何をいきなり。こんな少年にアクエリオンを委ねるなんて、そんなバカな。少子千万、試しもせずに。え？では残りの2人を。副司令。行け、アクエリオン。敵は展開中だ。発見次第殲滅するんだ。行け、アクエリオン。いいか、移動方法の説明をするぞ。まず次にブースト移動で加速、そしてジャンプで上昇だ。さらにジャンプを続けると自動的にジャンププラスブーストに切り替わるぞ。ではブースト移動を試してみろ。その調子だ。次に合体を説明する。ソーラー、マーズ、ルナのそれぞれのパイロットをヘッドにすると合体する。現在モニターの中央にいるのがヘッドだ。右チェンジで右モニターのパイロットをヘッドに、左チェンジで左モニターのパイロットをヘッドに、そして左右チェンジを同時に行うことで一時分離することができる。なお分離中は敵の攻撃は当たらないので、攻撃を回避するのに有効な手段となる。では合体だ。アクエリオン、ルナ。そう、俺に任せろ。来るぞ、合体。では攻撃方法を説明するぞ。まず通常攻撃、操作が簡単なので着実なヒットを狙うのに有効だ。次に特殊攻撃、機体固有の技が使える。通常攻撃に比べ威力は強いぞ。
攻撃内容はヘッドのパイロットによって変わる。また攻撃対象はオートロックオンで自動照準されるので容易に攻撃が可能だ。逆に敵から逃げたい時など自動照準したくない場合はオートロックオンを解除するといいだろう。ソーラーは格闘、マーズは武器、ルナは遠距離射撃と、それぞれのアクエリオンとヘッドのパイロットによって多種多様な攻撃が可能となっているぞ。では攻撃開始だ。その調子だ。最後に超必殺技の説明を行う。敵にダメージを与え続けると超必殺技の使用可能ポイントが溜まっていく。ポイントが溜まるにつれコックピットモニターが黄色く光り点滅する。基本的にはこの状態で各ヘッド特有の強力な技超必殺技を放つことができるぞ。なお目標をオートロックオンしないと超必殺技を放つことはできないから注意しろ。解除されている場合はもう一度オートロックオンするんだ。よし、その調子だ。感覚を忘れるな。よし、実戦だ。初めてアクエリオンに乗った少年が。諸君、ご苦労だった。総司令代理。この少年、あっ。なんだと。ところで、レイカは。体の方はね。でも、勘の。いずれにせよ、諸君、今日はご苦労。
アポロ、紹介しよう。彼女はシルビア・ド・アリシア。この前の戦闘ではベクター・ルナに乗り込んでいた。下手に怒らせると痛い目を見るぞ。彼はシリウス・ド・アリシア。副司令、そのような君の腕前は見せてもらった。ちょっと待てよ、何が言いたいか知らねえが。なんだと貴様。まあ俺は堕天使どもに連れてかれちまったバロンやチビたちを彼女はリーナ、エレメントの一人であり我がディ不動司令が。少し良くなったみたいね。すみません、私。心配しないで、今度こそうまくいくわ。あなた、私ダメなんです。ほらほら、そんなこと言わないで。はい。あのね、これは俺はあの巨人を動かしてちゃんと戦ったじゃねえか。とにかく早いとこバロンたちを助けに行かせろよ。俺には練習なんか必要ねえんだよ。ダメよ、この間のはマグラなんだから。とにかく一定のスコアを出すまでは訓練。うるせえ。あ、また噛んだ。あんたってばどうしてそんなに蹴っ。あの子面白くなりそう。あの不動って親父が正式に司令官に任命されたってことは、ジェローム副司令相当悔しがってんだろうな。ところであいつ、この間の戦闘ではすごかったけど、このピエール様が見つけて連れてきただけのことはあるよな。あのようなものをメンバーに加えることの意味が私には分からない。あんな野獣のような。まったく、転入早々仲間たちと悶着は起こすし、まるで野生の獣だ。ゆっくりや。行けばいい。人は皆おの南部 B エリアに高次元量子反応。ブリーフィングを行う。モニターに注目しろ。南部 B エリア砂漠地帯に多数の神話獣が出現したとの知らせが入った。進行方向から敵の狙いは砂漠地帯にある居住区であると推測される。直ちに出撃し敵を撃退してくれ。では出撃するエレメントの選出。
行け、アクエリオン。敵はすでに居住区に侵入し始めている。これ以上被害を出すわけにはいかん。連中を町から叩き出すんだ。行け、アクエリオン。守られたぞ。大したことねえな。美しくはないがな。見事だわ。みんなよくやったわね。よくやった。敵は撃退したぞ。臨戦態勢開始。腹減ったぜ。お兄様、シルビー、次はもっと頑張るわ。あの程度の敵など取るに足らん。副司令、これを見てください。今回の戦闘、アポロの脳波パターン。これが戦闘終了後の脳波。これはまるで別人じゃないか。戦闘中、右脳、海馬部、並びに消化体に異常とも。これは過去生のアカシックレコードにアクセスしているということなのか。データ不足のため正確なことは分かりません。しかし戦闘中には現在と違う人格が形成されていると推測されます。やはりこの少年が太陽の翼の生まれ変わりだというのか。12000年前の戦いでは人類は堕天使族に勝利した。でも機械天使アクエリオンを手に入れた私たちは。じゃあみんな、体はもう大丈夫。でも
やっほー、やったやった。何度読んで最高成績を叩き出したぜ。これで何度5のシリウスの点数を抜けば、今度は俺がヘッドをいただくぜ。お兄様、アポロの噂聞いた？やめたまえ、シルビア。人の数だけオーラは存在する。私にはそのオーラの違いが見える。でもアポロの持つオーラ、今までも、俺の仲間はみんな奴らに連れ去られちまった。奴ら、堕天使族が人間を連れ去るのは生体エネルギープラーナのためよ。フカラエリアの測定器が高次元量子レベルの上昇を観測しています。フカラエリアには居住施設があるな。よし、周囲5ブロックまでの測定プローブをアクティブ。了解。またあんな失敗をしてしまったら、私シリウスやアポロばっかりにいい目は見させねえぞ。様は過去性を覚えていないんじゃなくて封印しただけよね。あまりにも辛く悲しい記憶だから。過去性などくだらん。じゃあバロンやチビたちもそのプラーナってやつを吸い取られちまうのか？あいつらは生きているのか？わからないわ。まだ誰も彼らにさらわれて戻ってきた人間はいないから。くそ、待ってろよみんな。フカラエリアに収穫銃出現。高次元量子レベル10万オーラ、出現ポイントは市街地付近。ブリーフィングを行う。モニターに注目しろ。収穫銃が複数出現したとの知らせが入った。奴らの狙いは市街地だ。敵は市街地の上空をバラバラに回遊している。かっこ撃破するしかない。なお収穫銃には、では出撃するエレメントの選出を行う。この組み合わせは美しくないと思いますが。実力じゃ負けてないんだけどな。行け、アクエリオン。
いか。とにかく時間がない。これ以上住民に被害が広がる前に収穫獣を撃退するんだ。行け、アクエリオン。収穫獣が出現したぞ。俺に任せろ。収穫獣が出現したぞ。撃退したわ。作戦は終了だ。アクエリオン、帰還せよ。大したことねえな。何言ってんのよ、ほんと調子いいんだから。
来たってぶっ潰すだけだ。絶対にこれ以上この世界を荒らさせたりはしないわ。人の命を食い物にするなど美しくはないな。